ある日王様は乞食のような様子をして一人で町へやって行きました。町には小さな靴屋が一軒あって、おじいさんがせっせと靴を作っておりました。王様は靴屋の店に入って、これこれジュヤ、その方は何という名前かと尋ねました。おじいさんはその方が王様だとは知りませんでしたので、人に物を聞くにはもっと丁寧に言うもんだよとつっけんどんに言って、トントンと仕事をしておりました。これ名前は何と申すぞと王様はまた尋ねました。人に口を聞くにはもっと丁寧に言うもんだというのにと、じいさんはまたぶっきらぼうに行って仕事をし続けました。王様は、なるほど、自分が間違っていたと思って、今度は優しく、お前の名前を教えておくれと頼みました。わしの名前はマギステロだと、じいさんはやっと名前を教えました。そこで王様は、マギステロのじいさん、内緒の話だが、お前はこの国の王様はバカ野郎だとは思わないかと尋ねました。思わないよとマギステロじいさんは答えました。それでは小指の先ほどバカだとは思わないかと王様は尋ねました。思わないよとマギステロじいさんは答えて、靴のかかとを打ちつけました。もしお前が王様は小指の先ほどバカだと言ったら、わしはこれをやるよ。誰も他に聞いてやしないから大丈夫だよと王様は金の時計をポケットから出して、じいさんの膝に乗せました。この国の王様はバカだと言ったらこれをくれるのかいと、じいさんは持っていた金槌を脇に垂らして膝の上の時計を見ました。うん、小さい声でほんの一口言えばあげるよと王様は手をもみ合わせながら言いました。するとじいさんはやりわに時計をひっつかんで床に叩きつけました。さっさと出てみせろ、グズグズしてるとぶち殺してしまうぞ不忠者めが。この国の王様ほどご立派なお方が世界中またとあるか。そして持っていた金槌を振り上げました。王様は靴屋の店から飛び出しました。飛び出して日和の棒に頭をゴツッとぶつけ、大きなコブを作りました。けれど王様は
心を花のように明るくして、わしの人民は良い人民だ。わしの人民は良い人民だ。と、繰り返しながら、宮殿の方へ帰っていきました。